たくないけど動かなきゃ。皆さんこういう経験があると思います。夜遅くまで頑張ったけども疲れたから寝たい、やっぱりお風呂入ってスキンケアをして寝ないと肌にも悪いしという経験があるかと思うんですが、そこでご紹介したいのがじゃじゃん、こちらのボタニストシートマスクでございます。こちらのシートマスクはですね、すっごく贅沢なマスクになっていて、美容液1本分がこの中に含まれています。実際にね、触っていただくと分かるんですけど、水分量がすごく多くて保湿力が抜群です。ベルガモットバーメナの香りっていうんですけど、リラックスできるいい香りがします。つけて10分から15分ぐらい置いて外したら、保湿成分とか肌にいい成分も配合されているので、もちもちな肌に仕上がってます。肌が手にね、ひっついていくんですよ。ちなみにですね、このシートは日本の商品なんですけれども、皆さんご存知、美容大国韓国の人気のコスメアプリファヘにもね、掲載されているそうです。ちょっと調べてみたいと思います。ボタニスト検索、お、載ってる、載ってた、すごい。日本の商品なのに、あの美容大国韓国ではおすすめされているというこちらのボタニストのシートマスク、とってもおすすめです。ぜひ概要欄からチェックしてみてください。はい、皆さんこんにちは、しのたんです。背景が違うと思うんですけど、今日はですね、ついに洋服を断捨離したいと思います。いやー、ついに来てしまいましたね、断捨離が。そうですね、私すごく断捨離が苦手なんですよ。洋服の整理とかをしていても、いつか絶対着るなーって思って残しといて、でも結果着ないっていう服もあるんですけど、今ねクローゼットが結構溢れ返っているんですよ。床に置いてあったりとかする服もあるので、これじゃいかんと思って、だからもう YouTube を撮りながら断捨離しようかなと思います。クローゼットも紹介してほしいっていうのがリクエストであったので、断捨離をした後のアフター、綺麗になったクローゼットの中も紹介していこうかなと思っております。ではレッツゴー。はい、というわけで早速やっていきたいと思います。念のためね、ちょっとマスクをしながらやっていこうかなと思うんですけれども、聞いてください、今ね実は時間がじゃらん、こちら10時なんです。こんな夜から私断捨離するのかと思ったんですけど、思い立っちゃったので今日やるしかないと思って、せめて日付変わるぐらいまでには終わらせたいんですけど、多分無理ですね。頑張っていきましょう。私の服をお姉ちゃんとかお母さんとか妹とかにあげたりするんですよ。切れそうなやつはそうお下がりに回そうと思うので、その袋といらないなって思ったやつは別の袋ももう一枚あるので、それに入れていこうと思います。はい、ということでじゃあのクローゼットをね開けていきますよ。皆さんオープン、じゃじゃーん、ぴょーんって言ってもなかなか伝わりにくいですよね。アップにしますね。はい、このような感じでございます。上にねこんな感じも汚く帽子とかがかかってありますね。でこちらに一見綺麗に見えるんですけど、もうすごく汚い感じで半袖の T シャツがかけてあります。下なんか見てください、これハンガーが落ちてるやん、もうなんかいろいろすごいですから段ボールに詰めて詰めてっていう感じですね。下こちらにアクセサリーなどが置いてあって、パンツなどがこちらにずるーっと並んでおります。こんな感じですね、現状は。実は入りきってない洋服たちもあるんですよ。ちょっと持ってきますね。はい、もうこんな感じです。やばい、もう本当にすごいですよね、この汚さ。すごいですね、本当にちゃんとビフォーを撮っておかなきゃね。はい、こんな感じになっております。すごくたくさんの洋服たちが収納しきれず、こんなような状態になっておりますので、今から頑張って思い切って断捨離をしていこうと思います。では始めます。よし、やるぞ。どうやって断捨離しようかなと思ったんですけど、直感でこれからまだ着るのか着ないのかっていう感じで決めていきたいと思います。ではもうこれ全部ドバーンと出してしまいますね。よいしょ、じゃーん、うわー、マジかー。着る服はこの段ボールの中にまた入れていこうと思います。わおーわおーやりたくないよー。というわけでまず1着目、もう着ないですね。お、いいぞ、1着目からいいぞ。こちらの袋に入れていきます。続いてこちら、これも似たような T シャツですね。着ないんだよなきっと。あ、これね、多分動画でも紹介しているんですけど、首元がすごいよれちゃったんですよね。これは捨てるか売るかっていう感じですかね。続いてこちら、これ買ったの忘れてた全然タグついてるわ。これは着たい、まだ生存ということで、これもまだ着てないですね。着てないのいっぱいあるな意外と。これも生存、こちらも今から着れるので残しておきます。みんな断捨離ってどういう基準で決めてますか？すごい気になる。私本当に捨てれなくって、いつかは着るだろうなーって思って貯めちゃうんですよね。でも新しいのも欲しくってってなって、どん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 服が多くなっていく。あー、これもねもういいですね、削ります。黒のお城どんだけあんのってぐらいありますね、本当にどんだけ好きなんだよ。もうここはもう思い切っていかないといけないです。
からね。これももう多分着ないな。譲りますね。あ、これは韓国で買ったやつですね。これは可愛いから残します。これもだいぶ着てますよ私、この T シャツ。でもこれ本当に使えるんですよね。 GU のやつなんですけど、すっごい使ってるからこれは残しておきます。これも一回着たんですけど、結構なんかもう伸び伸びなんですよ。着ないか、トイレ。あ、これ覚えてる人いますか？マックのリップの透明のキャップをね、紹介した時に着てたやつなんですけど、着ないですね、絶対に。ちょっと派手かな、今の私には。はい、ということで、今一旦こちらの段ボールに入っていたやつが結構なくなりましたよ。この隙間が空きました。あ、でもなんか楽しくなってきた。楽しくなってきた、洋服断捨離するの。じゃーん、すごい量です。これ映ってんのかな。こちらをね、断捨離していきましょう。お願いします。あー、これねすごい可愛いんですよ。これは全然着れるな。来年の夏でも着ようかな。あー、もうこれは着ないです。これもう何年前だろう。黒髪ロングの時から持ってますね。取っといてあるけど着ないわ。あー、これも着ない。見てください、イヤリングが出てきました。こういうところ、本当に結局一回も着てないんです。こうやってタグがつきっぱなしのものとかもあるんですよ。これももう着ないないですね、絶対に。福岡旅行の時に来てましたね。はい、というわけで2個目もね、無事終わりました。よっしゃ。はい、そしたらこちらの T シャツたちを断捨離していこうと思います。ハンガーがずらっとかかりすぎていて空きがない状態なんですよ。 T シャツとかもね、かけれない状態になっちゃっていた。やばいです、マジで T シャツの断捨離ができない。本当に T シャツの断捨離ができないよ。このミッキーマウスはね、もう着れないですよね。普通に考えて街中で着れないから、これは着ません。これも多分見てわかるかと思えると思うんですけど、めちゃくちゃ着てましたね。この T シャツは着てたけど、多分着るこの先もどうしよう、本当にできないかもしれない。 T シャツの断捨離。なんかさ、似たようなやつばっかだよね、本当に。これはまあもういいか、譲ろう。バイバイ、ありがとう。よし、だいぶ断捨離しましたよ今。断捨離？シャリ？シャリしました。あ、でもなんかすごいスッキリするわ。すごいスッキリしてる今私。見てください、これわかりますか？最初に比べるとここが空きました。ここがビフォーまではもうあっちまでズラーってあったんですけど、だいぶ減りました。これでもこの子たちは生き残ったやつらです。おめでとう。すごくないですかこの量。パンがこんなに余りました。考えられない、すごい。断捨離ってこんなに楽しかった。さっきやればよかった。続いてこっち行きますか。パンツたちやりましょう。ベッドの下にもあるんですよ実は。それはね、後でやります。パンツって年がら年中着れるじゃないですか。大体年がら年中着れるからこそ捨てにくいですよね。見てください、これとかもう畳みすぎて、わかりますか、もうシワシワなんですよ。これはもう多分着ないな。はい、だいぶ断捨離をしましたが、ここに T シャツを入れていたんですけど、この後ろのところにね、ワンピースだったりとかアウターとかがねずらって並んでるんですよ。これを断捨離していこうかなと思う所存でございます。ということでやっていきましょう。じゃじゃん、見てください。これはですね、しんちゃんのライブの時にプレミアムの席があって、それにね入るともらえるコーチジャケットなんですけど、これは絶対にいります。はい、というわけで終わりました。やっと本当に疲れました。何時だと思いますか皆さん。あれからですね、カメラも忘れてしまって、めちゃくちゃ真剣に断捨離をしたんですよ。終わったーって言って時計見たら、なんとじゃじゃん、こちらでございます。日付変わりまして1時28分でーす。
多分3時間ぐらい断捨離をして整理をしてという感じでやりました。でもなんか意外と3時間で終わるんだと思いましたね。もうちょっとかかると思ったから早く終われたんじゃないかなと思います。私的には皆様お待ちかねだと思うんですけど、生まれ変わったクローゼットちゃんの中身を紹介していきたいと思います。はい、というわけで皆さん、いよいよこちらのクローゼットの中身を開けていきますよ。3、2、1、じゃーん、オープン。ピッじゃーんって言ってもそんなにわからないですよね、遠くからだと。じゃあちょっと今アップにしますね。はい、アフターはこんな感じでーす。どうでしょうか、わかるかな、伝わるのかな。これだいぶ少なくなりました。だってね、最初ハンガーあまりほとんどなかったんですよ。なのにこんなに余ったんですよ。すごくないですか。外に出てた洋服たちもかけれるやつをここにバーってかけたので、でもまだこんだけ余りました。すごーい。でここのパンツのところもすっごいパンパンだったんですけど、こんな感じでまだね、ちょっとスペースがあるぐらい結構ね片付きました。ピアスの蓋も閉まってなかったんですけど、まあ今もちょっと閉まってないんですけど、前まで、ね、こんぐらいだったんですけど、だいぶ少なくなりましたね。で上の方も帽子もしっかりと入れれました。この中にわかるかな、こんな感じです。なんか帽子はこっちがつばがない帽子、例えばベレー帽だったりとかニット帽とか、バケットハットもこっちに入れてるんですけど、つばがない帽子たちと、こっちにはつばがある帽子、キャップだったりキャスケットだったりを入れております。一番奥のやつはディズニーのカチューシャとかユニバのカチューシャとかを置いております。じゃん、ここにはジローくんとリッピーがおりますね。でね、この時計を入れてるやつなんですけど、これはねトリプル A さんのファンクラブに入っているんですけど、開放と一緒に届いたやつを買っています。これすごく便利です。でですね、奥もこんな感じで丈が長いやつを奥にしまっていて、この辺はまあ秋冬のアウターなんですけど、こんな感じで並べてあります。この下のところなんですけど、ちょっとニットっぽい素材の洋服たちだったりとかブラウスとかをここに入れています。やっぱりニットっぽい素材とかをハンガーにかけてしまうと伸びちゃうので、段ボールなんですけどしまっています。こっちはビスチェとかかな。段ボールどっちもパンパンだったんですけど、最初だいぶ隙間が空きましたね。やっぱり断捨離してよかったです。すっきりしました。すごく私のクローゼットの中はだいたいこんな感じになっております。あ、でこれだ。これは私 IKEA で購入したんですけど、結構ねいいですよこれ。私はベルトをこうやってかけたりだとか、こっち側にはスカーフがかかってますね。こういう感じで私は使っています。はい、というわけでですね、こんな感じで断捨離が終わってだいぶすっきりしました。本当にやってよかったです。3時間頑張ってよかった。今回断捨離して出てきたゴミ袋の量がすっごいので、それを最後でね紹介しようかなって思います。はい、ということで全部で大きいゴミ袋6袋分の服を断捨離することができました。いやー、おめでとう私。でもね、すべて皆さんのおかげでございます。いや、本当に YouTube 回さないと多分私こんなに捨てれなかったと思うし、まずここまでやれなかったと思います。途中で断念しましたね絶対。今回も途中でうわーめっちゃめんどくさいと思ってやめようかなって思ったんですけど、いやでも YouTube 撮ってるからやめれないと思って、もうちょっと下のがいいね、これ。あ、すいません、角度を変えました、見やすいように。YouTube 撮ってるからやめれないと思って頑張れたので、本当に皆さんのおかげでございます。勝手に撮ってるんですけど、皆さんありがとうございます本当に。ということでこんな感じで無事断捨離が終わりました。いい秋冬を迎えられそうです。はい、ということで今回はこんな感じで断捨離とクローゼットの中を紹介してみました。リクエストもいただいていたので紹介できてよかったなって思います。何よりね、断捨離できたことが私にとってすごく嬉しいです。はい、ということでちょっと長くなってしまいましたが、最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。